ベルゴンドは、スペイン、ガリシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカダコルーニャに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は6722人。住民故障は、バーガンデス、エサ。ガリシア語ア社の自治体人口に占める割合は90.90% 90。ベルゴンドは、アコルーニャ県北部に位置し、コマルカダコルーニャに属する。北は、 リアデベタンソスに面し、サダと東はパデルネと南はベタンソスとアベゴンドと西はカンブレの各自治体と接している。ベルゴンドはリアデベタンソスの西岸に位置し、地形は最も高いところで海抜200メートルに達しないが緩やかに波打っているような地形である。ベルゴンドはベタンソス司法管かつくに属す。サンサルバドールゲベルゴンド教会は ロマネスク教会で12世紀後半の建造で、ベネディクト会のサンサルバドールデベルゴンド修道院に属していた。現在の自治体市長は、ガリシア社会党のアレハンドラ・ペレス・マケス。自治体表議員は、ガリシア国民党、5、ガリシア社会党、4、ガリシア民族主義ブロック、2、その他、2となっている。ベルゴンドは旧の教区に分けられている。ありがとうございます。